こんにちは、谷口光俊です。私のメルマガそして動画をご覧いただきありがとうございます。陰陽五行セラピーご理解いただけますでしょうか。この陰陽五行セラピーは陰陽五行の考え方を活用した人間関係構築法です。もしあなたが人間関係で困っていらっしゃるのであれば、この陰陽五行セラピーを活用していただければ、なぜ今そこに問題があるのか、そしてそれをどう改善することができるのかということが見えてくると思います。すでにその実例は私とまた一緒に勉強してくださった受講生の方々が様々な陰陽五行セラピーを使って紐解いてくださっています。人間関係を紐解いてくださって、それをブログや Facebook にアップしています。また YouTube にもアップしていますので、それをご覧になってくださったと思いますが、このようなことができると自分自身人間との付き合い方に自信を持つことができると思います。私は治療家として、また日本ボディケア学院スクールの育成をしてきましたけれども、その学院長として多くの方々から人間関係の問題についてご相談を受けてきました。そして人間関係の問題からストレスを受けて体調を崩す方が多いということも知っています。これどうやって改善すればいいのかなということをずっと研究しているわけですけれども、私は治療家として、自分の技術でそれをしてきましたけれども、それだけではどうしても補いたいところもあるわけですね。その多くの問題の原因になっているのが人間関係。それをこの東洋医学の元である陰陽五行を使って改善をしているというために考案したのがこの陰陽五行セラピーです。今コロナ禍でコロナに感染して多くの方が体調を崩されています。またコロナに怯えて外に出れないという方いらっしゃいます。もちろん今は出てはいけないんですけども、それによってストレスを受けて体調を崩されている方とても多いわけですよね。そういう方を一人でもサポートしたい、ケアしたいと思っています。その時にこの陰陽五行セラピーは非常に活用できる技術、人間関係構築法です。ぜひこれを一緒に学んでみませんか。この陰陽五行セラピーを学んでいただく講座を陰陽五行セラピーインストラクター養成講座として開講しています。2021年1月2月に開講しますので、ぜひ私たちと一緒に陰陽五行セラピーを学んでいただいて、あなた自身も、そしてあなたの周りの方、そして治療家セラピストの方はお客さんにこれを活用してあげてください。そしてこれは人間関係構築法ですけども、最終的にはこれは施術にも活用できるんですね。そういうところにも興味を持っていただけたら嬉しいと思います。陰陽五行セラピーに興味をお持ちいただけましたら、ぜひ下記からその詳細をご確認いただき、そこからお申し込みしてください。あなたと一緒に陰陽五行セラピーを学べる日を楽しみにしております。今回はここまでです。最後までご覧いただきましてありがとうございました。それではまた。